毎度ネギ前です。はい、ということで今回はこちら、実はコナンカフェに行ってきました。東京のコナンカフェがあるところってめっちゃ混んでて、事前予約しないといけないところばっかりだったんですけど、大阪の梅田の方にあるコナンカフェが予約なしで当日行ったんですよ。じゃあすぐに入れて行ってきたのでね、こんな感じで安室さんのランチプレートを食べてきました。ってことで今回はこちらの4点だけなんですけど、購入してきたので開封していこうと思います。で、今回買ってきたのが名探偵コナンカフェ2019の缶バッジ刀身ランダム7種が入っているもの、これを2つ購入しました。あとこちらがアクリルキーホルダー全16種、そして最後にアクリルコースターが全8種、以上の4点を今回開封していきます。ちなみにこの缶バッジは私今回両方とも刀身っていうものを買ったんですけど、ミニキャラっていう缶バッジもありました。ただそれが売り切れててなかったので、今回ね、その開封できるランダム系のものがこの3種類しか残ってなかったんですよ。ってことでまず缶バッジ刀身1人目がこちら。あ、園子ちゃんかわいい。今年のコナンの映画もね、すごい可愛かった。服がすっごいおしゃれでした。これもドレスかな、めっちゃ可愛い。まず1人目は園子ちゃんでした。園子ちゃんのこのヘアバンドを下ろした時がめっちゃ好きなんですよ。続いて2人目がいきます。ほっ、キッド様。めっちゃ嬉しい。すごい、もう今回の映画の主人公みたいな。おー、いい出だし。じゃあ次にこれがアクリルキーホルダーですね。これは全16種類あります。それではアクリルキーホルダーいきます。せーの、ほっ、あ、蘭姉ちゃん、すっごい引きよくない？っていうかみんな好きなんですけど、蘭姉ちゃん、私の方が年上になっちゃったけど、蘭姉ちゃんです。わー、かわいい。もうとにかく今回のこのドレスがかわいい。おしゃれ。これは何の飲み物を持ってるんやろ。シャンパンではなさそう。ちょっとポチャっとした感じのデザインがかわいい。さあ、それでは最後はこちらのアクリルコースター。アクリルコースターって結構珍しい。なんかドリンク頼むとこういうコラボカフェって紙のコースターもらうんですけど、アクリルコースターがランダムで売られてました。これが全8種類です。丸系なのか四角系なのか。それでは最後いきます。せーの、ほっ、あ、ごめんなさい。でもめっちゃいい。ほら、主人公よ、コナンくん。めっちゃかわいい。このバランス感覚うまいな。短い手足でこのタオルまでしっかりと持ってる。かわいい。まあ、もちろんコースターとしてはもったいなくて使えないんですけど、ちょっと飾ろうと思います。コナンカフェっていうことで、それでこういう紅茶系を持ってるのかな。っていうわけで、場所によるんですけど、もうこの動画上げた次の日とか、もしかしたらもう終わってるところもあると思うんですけど、今回もね、せっかくコナンカフェ行ってきたっていうことで開封させていただきました。また来年も行けたらいいなと思ってます。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。毎度ー。